なくなっちゃうんでしょ。選ぶんでしょ。私分かるんだ。あの人との思い出を選ぶんでしょ。私なんてそんなこと手助けしちゃったんだろう。その時幸せな思い出を自分の中に必死になって探してた。そして50年経って自分も人の幸せに参加してることが分かった。それはとっても素敵なことだった。君にもいつかそんな時が来る。私は選ばない。選んだらここでのこと忘れなくちゃいけないから。だから私は選ばない。私は望月さんのこと私の中に留めておくの。ずっと。もうこれ以上人に忘れられるの怖いんだ。しおり、僕がそんな風に思えるようになったのはここでの生活やいろんな人たちとの出会いと別れがあったからだよ。だから僕は決してここでのことは忘れたりはしない。